肘方定一は昭和期に活動した日本の美術評論家、美術史や岐阜県生まれ、水戸高等学校時代から文学活動を開始し、東京帝国大学を卒業。1930年にドイツに留学。1935年死死、歴定発足と共に同人となり、美術批評を執筆。1938年公安飲食宅となり、 1942年、遠京大学科北総合調査研究所所員。戦後の1949年、千葉工業大学教授に就任。1951年、神奈川県立近代美術館、副館長。1954年美術、評論家連盟会長。1963年、ブリューゲルで、毎日出版文化賞受賞。1965年。 神奈川県立近代美術館館長、1968年、芸術専唱文部大臣賞、1973年、菊池博士賞受賞。全国美術館会議会長を務めつつ、芸術新調などへの寄稿、現代絵画などの歌集解説や、美術全集編集、監修、新調者、日本芸術大賞の選考委員であるなど、長く美術評論会に君臨した。 著名な弟子に、美術史学者では、坂井忠康など、評論家には、雲野の広がいる。階層、表現呪術,術師、職人、画家と、美術史上ドイツルネサンスの画家たちブリューゲルとその時代、レンブラントヒエロリムスボス気候近代日本の、画家論一近代日本の、画家論二近代日本の、画家論三美術館、都市と、巨匠造形の心理とその周辺近代、 ヨーロッパ美術と現代近代彫刻と現代彫刻。ありがとうございます。